6人の料理人と石岩の少女やっていきたいなと思います。はい、皆さん、ライチャー赤井的星と申します。今回はこのホラーフリーゲーム6人の料理人と石岩の少女をやっていきたいなと思います。諸事情により次からやってるんですけど、セーブ1個してるんですけど、これの説明もします。ということで初めからやっていきましょう。はい、このゲームには暴力的なシーンやグロテスクな表、この物語はフィクションであり、登場する人物、名称、で、ここはもう、で、はい、年に一度開催される料理人の登竜門、料理界の巨匠、木崎、夜道だと思うんですけどね、シェフが毎年主催者として、シェフの住まいである晩餐会に将来有望とされる料理人を招いてきた。シェフの死後は、美食家として、有名な木崎夫人が主催者として引き継いでいる。この会で、夫人の納得のいく料理を出した者は、その後の料理人としての人生の成功は約束され、夫人に料理を認められなかった者は、二度と表に出てくることはないという。これすごいっすよね。人生の成功を約束されるか死ぬかの二択っていう。しかも料理でしょ。で、そう、プロローグ。6人の料理人。でね、あと少ししたら、やっと着いた。佐々木孫一くん。会場あっちかな。おお。一応ね、ホームページとか見てるんで、一応説明はできます。彼は、孫一くん。カレー料理が得意なんですけど、確か何だったっけね。カレー料理が得意なんですけど、マナモードにするの忘れた。メールが来た。あのね、すごい有名な、カレー屋。はい。孫一番屋の看板メニュー。孫一カレーのスパイスの調合比率を考案した天才料理人っていうね。孫一。完全なオリジナルだと思います。で、まず。どうも。はい。佐々木様、お待ちしておりました。ピン。皆様すでにお揃いです。料理のしやすい格好にお着替えになって食堂でお待ちください。イエーイ。でね、入っちゃった。で、失礼します。孫一です。カレー、いきなり下打ちはひどくね。なにこの歓迎されていない感。あ、ちなみに、あのセーブは、羊に話しかけて、ここに入る前に終わってます。はい。お、君が最後ですかな？空いてる席にかけるといいですよ。はーい。おお。はい。いつまで待たせんのよ。口悪いなー。はい。5分や10分、5分10分ぐらいなんかい。おとなしく待てねえのか、おめえは。15分よ。細かいわ、そういう人は多分モテないよ。騒いだところで。なんでそんな契約なの？そう、皆さんほんまに喧嘩を。はい。皆様お待たせいたしました。皆様にはただいま西棟に移動していただき、お料理をしていただきます。道具や食材は西棟にあるもの何でも使って構いません。使っていただくキッチンは西棟1階で 右手が佐々木様、奥が中山様、2階に上がって右手がアランマダやったっけな、大前やったっけな、3階で、加藤様、一番奥が、一式やったっけな。私は大広間にいますので、わからないことや足りないものがあればお申し付けください。最後にもう一つ。この本棟と、西棟以外には決して入らないでください。それでは皆さん、移動して開始してください。
でね、そう、一応ね、ホームページで登場人物の名前はある程度してます。はい。おお、見た。はい。確か、すみません。僕、佐々木孫一って言います。よろしくお願いします。中山なでしこ。大和なでしこ。中山なでしこ。この子がね、ああ、そうですね。怖い人ばっかり。確か、両親を早く亡くして、下に4人ぐらい、兄弟が弟とか妹とかおって、こう、親の代わりに育てているという、なんともけなげな子だ。で、加藤蘭丸。この人の、あ、ちなみにさっきのなでしこさんの得意料理は、確か和食です。まあ、見た感じですけどね。はい、野生児。はい、さっきのじいさん、やけに疲れてたな。なんかあったのかな？知らない。こいつや、下打ち野郎。佐々木孫一です。はい、大善五郎。おー、大善五郎。すげえ名前。大五郎って呼ぶなよ。はい、大五郎。で、こいつよ、こいつすごいよ。あ、アラマダ、ダンダン。ダンダン。で、鍋奉行、アラマダ、ダンダン。はい、晩餐会、みんなピーピーしておりますな。そうやんな。だって、死ぬかもしれへんもんな。アラマダさん落ち着いていますね。まあね、当たり前ですと。平常心以外ありませんな。今日は頑張りましょう、ましょうぞ。はい。はい、どうもーす。でね、この子よ。一色真中。ノーガール、一色真中。お、ビタ。散々人待たしといて、15分でいいやんか。まあまあまあ、わかんねえけどな、本当は。でね、ランマルっていうのが、確かね、なんだったっけね。でもね、料理、どこかの国の料理なんですよ。ジビエとかやったっけな。で、この人が鉄板料理専門。で、この人が鍋。この人、一色ちゃん。ジュースってなって。いや、料理としては、まあ、いいとしても、ジャンルこの子だけ別じゃねって思ってた。ホームページ見て。はい。移動開始します。でね、そう。聞いてくださいよ。あれ？おっさ、俺の方が先じゃね？え、ちょっと待って、引いとくね？失礼しますよ。え？まあいいや。はい。自由に使います。でね、そう。僕ね、まあ、これをね、実況しようと思ったのはね、実は3日前やったんですよ。あ、やっぱあかんか。で、まあ、これをダウンロードして、録画やろうと思ったら、あかんか、やっぱり。そのね、僕がいつも使ってる録画のソフトに反応しないんですよ。ずっと止まったまんまで。で、どうしよう、できないのって最初焦って、あ、で、セーブしよう。って思って、よいしょ。で、今にも。で、いろいろ、まあ、ネットで調べて、まあ、いろんな改善策やったんですけど、ダメで、もうね、いろんな人巻き込みました。まず僕の知り合いのパソコン詳しい人。僕の同じ動画ソフトを使っている人。で、このゲームをやっていた人。で、最後に、このゲームの作者。そう、このゲームの作者にも、すいません、ちょっと、こういう高校で動かないんですよって。あ、今じゃん、鉄板なのか。で、おそらく、まあ、このゲームがね、ちょっと、他とちょっと比べて重いんで、ひょっとするとその重さで動かないんじゃないかなっていう話になってまして、で、じゃあ他の録画ソフトを使うしかないかと思って、まあ、いろいろ調べたら、あ、有料はちょっと嫌だなって思って、でまあ無料のやつを探して、でもうなかったんですよ。で
一応ね、僕もう一個ど、動画ソフトはあったの、あるっちゃあるんですけど、ちょっとね、制限時間があるちょやつだったんですよ。で、わあどうしようかな、もう制限時間ないと何回でも、録画できるんで、もうそれしかないかなって思ったら、もう作者さんの鶴の一声。鶴の一声というか、たまたまやったんですけど、食べた跡がある。お前食べたんか。で、キッチャン捕まえた形跡がない。え、この人ほんまに料理する気あんの？まあいいや、話を戻しますと。まあ私は、まあこのソフトを使ってて、その時は正常に動いてたんで問題ないと思いましたみたいなこと書いてあって、ああ、マジか。あ、ちょっとこれ使ってみようかなと思って使ったら、問題なくできたと。おお、見た。しょぼい従者しかないんだけど。で、でもね、まだまだあるんですよ、この話は。で、じゃあちょっとやってみようって思って、やったら、最初やったら、重かったんですよ。重かったんですよ。もう、カクカクしっぱなし。で、カクカクしっぱなしやーってなって、最初のセーブはそこやったんですよ。うわ、これは使い物になれへんなーと思って、いろいろ試行錯誤した結果、まあ、普通にこう、動けるよーっていう感じになったと。もうね、これがね、もうこれできた瞬間にもうテンション高くなった。イエーイって言いながら。で、ん？なんか光ってる。ねじり鉢巻き。ん？使えんの？右手に装備？左手に装備？え、戦うの？ねじり鉢巻きで？いちご。いちごは、ほう。お酢？へぇ、で、洗うと仲間にするんや。へぇ、いちご苦手。うわ、すげえ！この時間にもう何人か分できてる。適当にバーってやってたけど、他の人たち、できてたかどうか分かってなかったな。でね、そう、だからね、本当にね、今回、この実況できるようになったのは、ほんまにいろんな人の協力のもとだなと思いました。はい、風が吹き込んでいる。これ録画失敗したらどうしよう。もう絶叫しようかな。きちんと牛乳も用意されている。そうか、カレーやもんな、この人。つか、この上のカレー作られてないか。とりあえず襲ってみたカレーだ。あ、カレーもう作られてるんや。で、なんか書いてる？ちゃんと救急箱設置されている。はい。あ、はい。始めましょう。どうすんの？おお。もうカレーで煮込むだけやからな。そう。俺すげえ思ってたの。鍋はさ、食材だけでよくね？で、ジューサーもそんなに言うほど、いらなくね、材料。スパイスが足りないな。探してこよう。あ、羊さんに行けばいいんかな。音なくね？音は？他には？大根は葉っぱを切った状態で保存すると、葉から水分が蒸発するのが。へー！あ、やった。なんか、連続でやったらなんかなるかなと思ったらその通りやった。レタスは50度ぐらいのお湯で洗うとびっくりするぐらい。へー、そうなんや。へー。谷を取った梅干し嫌いです。揚げ物と一緒に揚げると酸化した油が梅干しのアルカリ性と中和されて再生しますよ。へえ。他は？新鮮な卵は目玉焼きが向いていて、取れたて5日から9日くらいの卵はゆで卵。賞味元気で間近は茶碗蒸しとかお菓子に適してる。へえ、そうなんや。はい。ああ、はい、聞きました。これ何？これ何？まあいいや。スパイス。ちょっと、どうしよう。これ、なんて言った？この人。あ、入れる順番が命ですな。順番だけでいいんやったら、
すげえ有利じゃない。食材だけいいの集めたらいいんじゃない。なんか今井さん、あ、言ってたな。ん？何何？あ、あ、ごめんなさい。なんでなんか BGM が消えてんの？ん、俺にかありがとう。あ、どうもっす。やった。ネジの鉢巻きで喜んでくれた。あ、はい。大連さんはなんで4人になったんですか？ええー、やんか、聞いたってええやろ。ええやんか、なんかギャップ。すいません。高校の時はいつも、とにかくいつもイライラしててよ。はい。誰かで構わず殴り散らしていたんだわ。へえ。あ、構成パターンか。うん、話してくれるんだね。はい。先行に邪険にされててよ。はい。母ちゃんもしょっちゅういろいろなところに頭下げに行っててな。はい。まあ先生が構成してくれたパターンやろうな。ちゃうかったわ。先輩か。先輩も同じように毎日欠陥ばっかりしてて、なぜか人からは好かれててよ。はい。俺の憧れだったんだわ。ほうほうほう。で、忙し先に卒業した先輩が鉄板料理の店で働き始めたっていうのがきっかけだな。はいはいはい。へぇー。あ！あ、そう、え、嘘、切られた。そして BGM が消えた。え、これさ、え、そんな感じ？心開かせないといけないの？誰やったっけ？ランマルやったっけ？ランマルいなくね？しょぼい、ジューサーしかないんだけど。部屋んかもこんなにいっぱい。ここの休憩箱4つ多くね？グラブハウスサンド。まあいいや。これ何？これ何？この靴みたいなやつ。まあいいや。さ、じゃあ行きますか。さ。で、あ、どうしたの？どうしたんですか、ランマルさん。イノシシでも取ってこようかと思ったんだけどよ。扉が開かねえんだわ。え、この人ほんまに野生児みたいなこと言うねんな。ん？お嬢さん？何？お嬢が？さん？誰？お嬢さん？お嬢がーっていう名前の人？どうした？どうした？行っちゃった。ん？ん？どうした？どうした？あー、ここではないのか。なんかないかな？お茶はもう冷め切っている。カップ。お。あの子くじ引きしてたんや。酒飲んでたんや。だんだん。ここ誰やったっけ？あ、鉄板の人か。鉄板の人ワイン飲むの？さあ。で、どこ？ここ？ん？ん？失礼。え？ん？この、聞くなよ！いいえ、師匠。こっちは？こっちに入るのって言われても、こっちも入ったらあかんって言われてるわ。まあ、行くか。行きましょう。はあ、お、左向きに。ん？え、血だよね。お、見た。えらい眼球えぐられてますかい。何かに首、え、目玉、ち、え、引きす、ん、えぐられてるんじゃないの？首を食いちぎられている。くそー。おい、佐々木、お前は出口を探せ。閉じ込められてたんじゃなかったっけ？加藤さんは？このじいさんを殺したやつを捕まえる。とりあえず危ねえから、お前らって、らは誰や？他の出口を見つけて外に出ろ。出てろ。かっこいい、加藤さん。
乱丸、手口を探せって。いるんだよね。おお、チャプター1、血の残りが。うわ、怖えな。おお、いた。音一時出るんや。はい、じゃあ、今回はここまでにしましょうか。ちょっと怖くなったね。さあ、どうなるのかちょっと楽しみだと思います。はい、それではまたお会いしましょう。それでは、バイチャー。